よく聞かれるんだけど、そうなんですよ。でも、本当言うとね、はい、やっぱり20度から22、23度がいいんですよ。湿度も40切っとく方がいい。だけど、名古屋でそんなさ、環境を作れないんですよ。もう、エアコン入れても湿度は高くなっちゃうし。そう。こんな梅雨時にさ、そんな40切るの湿度の部屋、うん、そんな部屋作れって言われてできんからさ、だから、はい、もうあの人間が快適だったら全然大丈夫です。ね、基本的に熱調べると20度から22度って書いてあると思う。だってえこの子何歳だったっけ？2歳。去年の夏どうしてました？もう3歳。もうあの6月16で3歳。3歳でしょ。去年の夏どうしてました？去年の夏も2位の部屋と、ちっちゃい狭い部屋でめちゃくちゃエアコン効かせてた。22度ぐらいだった。あと、まあ、真夏になるとリビングはエアコンつけるんで、もうリビング1日エアコンつけて23度か4度くらい。少ないです。寒かったよね、人間は。人間は着込む。人間が、だから人間が寒いなっていうところまではさ、あの、冷やさんでもいいと思いますよ。人間を犠牲に。毛が着てると思うと、熱中症になるんじゃないかな。熱中症になります。だから油断してると本当になっちゃう。例えばエアコンつけっぱなしにしてます。一人で一日かかってる人でね。去年あったのがさ、エアコン壊れちゃったと。さ帰ったらさ、ぐたっとしてた。そういうケースはあるんですよ。だからちょ、賃貸のね、マンションで。そういうことって ないとは言えないじゃないですか。うちは一応、スキーはあの おばあちゃんが昼間、餌を給仕してくれるんですよ。シンジで。はい、あ、そうなんですか。私たちはいないので、そうなんです。大好きな動物が。おばあちゃん一人で給仕するの？もう一人でやってます。おばあちゃんが一番長いです、やってるの。今日朝もう寝てたらおばあちゃん来て勝手にやってくれて給仕してヘッドシーツ変えて本当にすごいね。ピタピタトーンも最後切ってハサミ切って中閉じてね、きれいに最後まで使ってとか。はいはい、薬も説明すると、ね、1回分のやつはじゃあ15ミリリットルの水で、10ミリリットルで研いでとか、全部自分で研いで、シリンジに入れて、そうなんですか？やってくれるんですよ。おばあちゃんすごいんですよ。すごいですよ。おばあちゃんおいくつなんですか？80ぐらい。もうちょい、最初は二人体制でやろうと思ったんですけど、私昼間いないし、この子も学校とかで、昼間どうしようって言ってたら、おばあちゃんが、じゃあ私出そうわって言って、教えてって言って、メモ覚えてくれて、で、たまに忘れるけど、朝必ずこれの入れて体重測って、それから薬やって、餌やって、プラキシャトーンやってって、全部もう、すごいですね。でも、そういうことができるんだったら、おばあちゃんにはいいよね。助かる。昼間助かるんですよ。誰もいないの。いや、みんなも助かるけど、おばあちゃん自体もそんだけの細かいことができればさ、よく言ってます。認知とかそういうことにもとってもいいよね。あの、やる薬作って、先に作らないと、この子出しちゃうと、とかいろいろそういうの頭考えながら、急に思い出して、次の餌、増やさすの忘れてたって言って戻ってきて、また薬作ったり。本当。すごいんです。なんか全部やってもらって。それ素晴らしいことです。高校だから多分それでごまちゃん頑張れてるわけですよ。それとあと、そうそう、あの呼吸器症状っていうか、くしゃみとかさ、あ、この前言ってたやつ。最近言わないね。見ないです。ない。最近見ないです。言わないね。言わなくなったね。目薬がもらってたのかな。なんかこの前その変えてもらう。あ、そうか、変えたんだね、お風呂写真に。私にはお風呂写真やる。まだお風呂写真させてください。それで、もう10分ください。また吸入と酸素はやりますんで。はい、あ、そうなんだ。85歳おばあちゃんが修行してるすごいよ、これ。動物好きで、こう、ね、慣れてると、よくある動物セラピー。動物セラピーみたいな感じなのか。いや、本当そうですよ。そこまでやらないもん、普通は。動物セラピーっていうのは、そういう人に慣れてるワンちゃんとかを連れてって、ただ、接する、撫でたり、接するだけ、それが動物セラピーなんですよ。だから動物セラピーを超えた治療してるわけだから、もっとすごい。なんかね、話しかけながら、今日はあんまり食べないわね、とかって言いながら、すごいよ。おばあちゃんが一番、あれじゃないですか、きっちりしてるよね。もう朝、昼、いたしたら、まあ、一日中田さん、吸入かけて。あ、違うんで、左だけで。さ、吸入と酸素。で、撮影してね。ほんと。すごいね。それと、あ、そうだ、ごめん。レボリューションをつけたいんだ。飲み紙。これだけちょっとつけといて。
あ、プリングスか。ちょっと機嫌悪くなったな。はい、撮影、そちらで。これね、見るよ。いや、最初はもう本当にどうしようって感じだったんですけど、おばあちゃんが私やろうかしらって、それからもうどっちかって率先してね、で土曜日私たちが遅まで寝てるんで心配して7時頃来て、もう勝手にシャツ着て薬やって全部やってくれて、一日会えない日見れたんですよ。おばあちゃんどうよ。じゃあまあ10分間ね、はい、ユニットさんで今中国人材、中国人材も飲ませましたから、もう24時間。